今日104日ですけどね、 TBS 金曜10時、まあそもそも104日も7話なので、それの次回のやつですね、この枠のねが出てきたんですよね。ちょっと惜しかったんですよ。次回は上白石萌歌ちゃんなんですね。これが上白石萌音ちゃんだったら竹萌音でね、金曜の TBS ドラマをバトンタッチ、竹萌音バトンタッチっていう、またねちょっとねシンクロになるのかななんて思ったんですけど、惜しかったですね。妹さんの方です。でも萌歌ちゃん出まくりですよね。なんかすごい押されてんのか、やたら出てますよね。俳優の上白石萌歌が、山田裕貴が主演を務める4月スタートの TBS 金曜ドラマペンディングトレイン、8時23分明日君とに出演することが決定したってことです。まあだから前はクロサギでしたよ、クロサギ104日、今度はペンディングトレインってことですね。これ結構ね、今見てると面白そうな話なんですよね。同じ電車に偶然乗り合わせた見ず知らずの乗客たちが突如前代未聞の出来事に巻き込まれ、電波が通じない上にも水も食料もない極限下で懸命に生き元の世界に戻ろうとする姿を描く完全オリジナル予測不能のヒューマンエンターテイメント。なんだろう、恋愛系ではないってことですよね、これを見るとね。結構面白そうな異世界ものみたいな感じですかね。サバイバル的な感じなんですかね。でも、モカちゃんのコメントですね。ハタの最悪。こんなにも展開が想像できない作品初めてで、ドキドキしながら脚本を読みました。どんなシチュエーションでも、どんなお芝居が繰り広げられるか、全く想像がつきませんが、きっと皆さんに楽しんでいただける作品になるはずです。普段誰だって何気ない日常を長く感じることや退屈に思うこと、見えない未来に不安を抱くことがあると思います。浮世離れした物語かもしれませんが、今を生きる私たちに強く訴えかけるものがこの作品にはあるように感じます。このドラマが皆さんの明日の活力になれるように精一杯努めます。ぜひ楽しみにしていてくださいっていう、僕はこれなんか話題になりそうな感じがちょっとしてるんですよね。こういう話って絶対面白いじゃないですか。あとまあどれだけね面白い本かどうかっていうのがあるのかななんて思うんですけど、金曜10時 TBS 104日ですけど、今日はね第7話、30代トレで上質の恋愛ドラマ、佐藤健、井上真央、松山健一、100万回言えばよかったの霊力っていうちょっと記事があって、これ面白いんですけど、三角関係の3人は皆30代、特に井上真央と松山健一はすでにアラフォーとなっている。そして死んだ恋人直樹、佐藤健が現世をさまよう幽霊、その死を受け入れられない結衣、井上真央との間に取り持つ刑事ゆずるが松山健一が演じている。実力は俳優3人だけあって、女性20代から50代、映画ドラマ好きで堂々の位置になっているってことですね。数奇な運命に翻弄される中に出てくる切なくて温かい思いを足立直子氏が巧みに描いている。虚像ゆえより真実味を持つ物語になっているから。ここじゃないですか。女性の映画ドラマ好きが見てるってことなんですね。まあだから最近だとね、やっぱりネットフリックスなんかでもね、韓国ドラマとか韓流系が身近に見れるじゃないですか。やっぱレベル高いじゃないですか。ちょっと昔よりもね、目の肥えた人たちが増えてきたですよね、ドラマをね、見る人。特に、年齢層高い女性が目が肥えてるので、ちょっとやそっとの話だと、まあ、見なくなりますよね。そういう面では、目が肥えてる人が、まあ、なんだかんだ言いながら見るのが104日っていうことなんでしょうね、今はね。さらに理不尽な死が愛する二人を引き裂く設定からだろうか。F3 層ね。F3、F3 層。F3 層ってのは女性の50代から64歳までの間。年齢層が割と高めな女性を F3 層って言うんですね。で、に最も支持される恋愛ドラマとなっている。残念ながら他は初回以降を数字を落とすケースが多いが、これらと比べ安定的に微増を続ける様は、この層の口コミなどで支持が広がっていると思われる。どうなんですかね、こう。やっぱり、たけるくんのファン層っていうのが、年齢層が割と高いのかなと思ってたりとか、これを見るとね、もうダントツですよ、104日 F3 層人気が。ずーっと1位です。始まった時から、今までずーっと1位です。で、またもう一つ、もう一点特筆すべきことは、女性20代から50代のパートアルバイト層。会を追うごとによって率が上昇している。女性20代から50代、会社員の層の個人平均視聴率も 3.9 で4本中2位と低くない、104日がね。ところが、
厳しい現実を知る同窓では、5.3 と2以下を大きく離している。痛みを前提にした恋愛ドラマという新境地が、どんな人々にも突き刺さっている恒例と言えようってことなんですけど、これをグラフで見ると、まずその一番最初はね、そのパートアルバイトの女性の層っていうのは、100余暇は一番下なんですよ。一番上が忍者だったんですよ。忍者とか夕暮れに手をつなぐだったんですよ。それがあれよあれよという間に3話で逆転しちゃってんですよね。もう完全に100余暇が1位になっちゃってる。そっから独走です。100余暇がもう1位ですね。星降る夜にはなぜか一番下になってるってことですね。まあこれは恋愛ドラマ4つを比べてるんですね。星降る夜に夕暮れに手をつなぐ、忍者は、忍者に結婚は難しい。100万回言えばよかった。この4つを比べてるわけですよ。恋愛ドラマっていうくくりの中の4つで言えば100万回言えばよかったが、ダントツに視聴率いいんですよね。だからまあ視聴率っていう面でそうなのかなと思ったりします。どの層にも100予感が受けてるように思うのは、まあ、この中では視聴率がいいと、恋愛ドラマのくくりの中ではダントツにいいということですよね。まあもっといいのはもちろんありますよ。ゲットレディとかね、日曜劇場ゲットレディとか、あと昨日やってた警視庁アウトサイダーも、まあ、10% 近いですよ。 9. いくつですよね、昨日はね。まあ、あと、あれですよ、つよぽんのね、罠の戦争とかも、まあ、あれも 8% 台と、そこら辺は、ドラマの中で、冬ドラマの中では、視聴率がいいって言われてるところですけど、まあ、それに次いでんのが100余暇なので、まあ、そう考えると、恋愛ドラマっていう括りの中では、もうダントツで今、1位は100余暇ってことなんですかね。ただ100余暇はもうなんかあまり恋愛ドラマ一辺倒では語れないところもあるので、サスペンスも多分に入ってるから、それ夕暮れに手をつなぐとかとは同じに見れないし、あと忍者は昨日見ましたけど、これコメディですよね。忍者はね、なんか見てて僕的にはやんごとなきに近いのかなと思いましたね。やんごとなきに似てるなって感じがしました。あれ系列ですね。フジテレビでね。なんかそんな感じがしましたけど。まあ、その中では100余暇がどの層にも受けてるってことですね。じゃあ今日見ましょう。